レッスンしまして、でその後せいちゃんと大阪王将に初めて行って、二人とも大阪王将初めてで、そうで帰ってきまして、なんか巻き髪の練習しようと思って髪巻いて、今大阪王将美味しかった。なんか餃子食べたい、最初マーラータン食べたいねってなって、そうでマーラータン行ったんですよ。そうけど日曜日の7時半とかだからすんごい混んでてそうめちゃくちゃ混んでたので、どうしようってなって、でなんかでもさ、その着く前に混んでるかなみたいな、いやどうだろう逆にみたいな、逆に明日月曜だから逆にみたいなってなって、でももしめっちゃ混んでたらなんかこのさっき通った中華屋さん良さそうだったから行こうみたいななって、でめちゃめちゃ並んでたのよ。ですごい待つねこれはってなって、でそうでさっきの中華屋さん行こうってなって、そう行ったら、あ大阪王将だってなってあこれ大阪王将なんだってなって、そう大阪王将に行って、初めて二人とも初めてで、そう行きまして、そうめっちゃ美味しかった。餃子と春巻きとそれぞれラーメン食べたんですけど、すごい美味しかったです。大阪王将いいねみたいな、そうなって、いい日でした。そう巻き巻き、そうなの、巻き髪のさ練習をねなんかたまにするしてるの。そうなんかこのロングの人生の方が短いから、大人になってからずっとボブだったから、そのボブの巻きとかめちゃ簡単なのよ、ちっちゃいしすぐ終わるけど、なんか長いのってすごいなんか難しいな、難しいです。だからなんかたまに練習してる。なんか握手会とかでさ巻きたいじゃん。そうだから巻き髪練習してるけど、まあ、でも今日はちょっとうまいくいきました、多分。ツヤツヤしてる、そう髪がツヤツヤしてるのは髪がツヤツヤしてる。ヘアメイクさんは握手会とオンラインの時は私服なんで、全部私服、自分でやります。劇場とかはメイクさんいるけど、そう握手会お話し会はみんな私服で自分でやってるよ。長いのも似合う、本当嬉しい。そうでもなんか自慢なんですけど、髪ずっと昔から綺麗で、そうツヤツヤって言ってもらって嬉しいなんかその短い時にブリーチ 5,6 回したの、多分トータルで。そうけど頭皮全然生き残ってて、なんか伸びるのも早いし、結構頭皮強めなんですけど、そうで髪もツヤツヤですし、なんかこの年でブリーチを何回もしてた割にはすごい元気な髪じゃないってよく言われるんですよ、美容院とかでもね。美容院のなんかいろんな髪を見てる美容師さんでも髪質いいねって言ってくれるから、そう髪質いいんだって思った。ねえこんばんは、綺麗なカール、え嬉しい。さすがにブリーチしてた時はなんか切れてた髪が、なんか頭皮はいけたんだけど、なんか髪毛先が耐えれなくて、なんか切れてたねこの、ブリーチしてた時。どうみんな元気
みんな元気してる？はじめまして、北海道公演初めて見て可愛かったです。あ、ありがとうございます、嬉しい。ツーショット写真会ね、楽しみ。みんなツーショット写真会お待ちしてます。オンラインお話し会も、あれオンラインはないんだっけ、ツーショットだっけ。全部12月はまああの舞台の舞台でね、あのお休みなんですけど、その分11月にもう受付終わっちゃったけど、サンタさんとかクリスマスコーデとかやるのでね、12月はなし。1月ん12月で終わりかね。一緒にツーショット撮ろうね、みんな、お待ちしてます。まあ再販があったら、うん、ぜひぜひ。1月もある。お、1月もある、結構あるの。そうなので、ぜひぜひみんないっぱい会いましょう。あとね、あの11月会えます、イエイ、11月会えます。なんでしょう、ビビプラス出た、テレテテテテ、お渡し会バーベキュー、誰誰バーベキューやんの、勝手にやって。そう、雑誌のやつ、そう、お渡し会、イエーイ。実は表紙なんですけど知ってました、イエーイグラビアプレスさんのあの表紙です。やったー、知ってた？知ってる？よかった。そうなんで、表紙なんです。実は。おめでとう、ありがとう。そう、表紙なのでお渡し会します、本屋さんで。ぜひぜひお渡し会来てください。会えますので。そう、私会？うん、私イベントみたいのあるんで、こんばんは。そう、11月20日ね、まだ受付してると思うので、なんかその一緒にチェキ取れるやつはもうなくなっちゃったのかなって言ってたんですけど、その他の普通に買えて普通に会えると思うので、うん、ぜひぜひゲットしてくださいね。結構なんか大人っぽく撮っていただいてますし、なんかそういつもと違う雰囲気で撮っていただいたので、ぜひ来てもください、待ってます。めっちゃ楽しみや、めっちゃ楽しみ、そう、めっちゃ楽しみ。アテナエリサリンってあだ名かな、いや自分で決められるんじゃない、好きな名前で。こんばんは、インタビュー的な内容も楽しみ。あー、ほんと嬉しい。そう、結構ねおしゃべりしましたかな、うん。でもなんか普段言ってることも書いてあるかもうん、なんだろうな、うん、でもそうだね、うん、でもいっぱいおしゃべりしたので、ぜひインタビューも見てほしいです。通所完売してますやん。そうなんですよね、みんな通所は取れないけど会いに来てね。うん、たくさん買ったのでたくさん見ます、ありがとう、やったね。そう、なんかね、うん、いい感じのところで撮ったので
ぜひぜひ見てください。公演再開ももうすぐね、新公演も着々と準備だって準備が進んでるんですかね、進んでるかなって感じですね。そう、あと16日はアサルトリリーの今稽古してる舞台のアサルトリリーの予習イベントがあります。結構ね、もう何年もやってるシリーズでいろんなお話があっていろいろ複雑になってたり、なんか初めて見る方は予習した方が楽しめるので、そう16日にその予習イベントもあります。そこでも会えるね。床キーホルダー当たった。すごい。あ、そうなんだ私が歩んだ床ゲット。そうだよ、10年分経ってた、10年ぐらい経ってた床のキーホルダー。よしお、助かります、助かりますね。こんばんは、こんばんは。大家さんも当たって、あ、そうなの、大家さんおもろ。そう、そんな感じで明日も稽古です。明日も明後日もし明後日も、うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、でも楽しみっていうか楽しいアサルトリリー。なんかその久々にみんなと会って、アサルトリリーの方の、そう、なんかすごい、わ、懐かしいなーってなってるし、久しぶりのお芝居なのでとても楽しいです。そう、全然舞台、気づいたら1年ぶりぐらいの舞台だね。ニールも楽しみにしててくださいね。めっちゃいいと思う、本当に。うん、すごいいいお話だと思うので、ぜひぜひ来てください。うんね、ぜひぜひ来てください、本当に。こんばんは、こんばんは。でも意外とちゃんと巻けてるな、髪。意外といけてる。ふんふん、ふんふん。わくちゃんの幸せを願ってます。本当にね。そうだよね。あさって抽選結果が出ますね。おお、あさって楽しみですね。こんばんは。メール読んできた。あ、ありがとう。メールなんかショールームなのみたいなやつやってた気がする。当選ドキドキ。劇場ロスというか公演したいってなってる。めっちゃなってる。いけ、めっちゃ公演ロスだよ。めっちゃ劇場ロス。うん、公演したい。ね、やっぱ劇場ね、劇場ロス本当に。うん。なんか8月末までやって90、だから2ヶ月ぐらいしか空いてないけど。2ヶ月空いてて、なんか最後に劇場立ったの1年前ぐらいな気持ちになるぐらいめっちゃロスです。いや、あんなに毎日いたのにと思って
そうだね、なんかどうしよう、ロスですね。しかも最後の月めちゃくちゃ出てたしね、それもあるよね。秋葉原全然行ってないんじゃない？それな、僕対恋しい、わかるよ、僕対恋しい、わかる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 よ。公演の紙チケット電子になるんだ。そうなんだ。それ知らなかった。そうなの？なんか寂しいね。電子になるんだ。なんか時代だね。やっと令和の、なんか令和の、恩恵を受けているね。あやねちゃんのレスくれね。じゃあ早く劇場来ないと。ビング注射もなくなるんじゃないかな。あれ楽しいのに。なんかあれあるからさ、劇場って感じするよね。違うのかな。すごい、なんか最新式だね。でもそっか、まあ AKB もね、時代に乗っていかないとですからね。令和のシステムを駆使して行っていきましょう。キャンセル待ちもなくなっちゃう。いや、キャン待ちはなくなんないと思うけどね。どうなんだろう。楽屋、その楽屋ね、広くなってほしい。柱はそのままなんじゃないかな。多分ね、あの柱って結構大事な柱で、あの柱を取り除くと、多分あのドン・キホーテの構造上、屋根を支えられないんだよね。わかんないけど、なんかそんなようなことをなんか昔聞いた気がするんだよね。だからあの柱なくしちゃったら潰れるんじゃないかなっていう、の柱なんだよね。いや、わかんないけど、いや、わかんないけどね。その、あの工事屋さんじゃないから。そう、もしかしたら今の技術で走らなくても支えられるかもしれないし。そう、やっぱあれですから、柱あるとあれ見づらいの、あれ。なんかあれも見づらいのも含めてな、劇場かなって思ってたんですけど。見えない、見えないんだ見えないか、そうだよ、シンプルに見えないよね。なんか柱モニター規模は、そうそう、それ明暗だよね。なんか一回さ、その MC で喋った気がする、公演の MC で。なんかその壁、柱にモニターつけて、柱で見えなくてもモニターで攻めて見れるようにしようみたいな。どうなってるんだろうね。そう、でも柱ないとなんか、なんかバランス感覚おかしくなりそう
なんか走らないとなんか平衡感覚おかしくなりそう。なんかね、柱ありきで覚えてるやつとかある、私は。なんかそわそわしちゃうかも。なんか柱の前にさ、カメラマンさんいるじゃん、 DMM のあのカメラさんいるから、あ、ここはもうカメラと一対一だみたいなところ瞬間が生まれるの、大体。そう、あ、次カメラの前だって思う時があるから、そう、割とね、そう、柱目印になる時ある。ね、まあ楽しみですね。どうなるか、どうなるんでしょうか。まあ公演がね、またできればいいですけど、いいです、私は公演できたらいいです。こんばんは。いやでも新公演どう、楽しみですね。私はなんとなく知ってるけど、新公演、いや、どんな感じなんでしょうか。皆さん予想してみてください。ワクワクしといてください。ワクワク。知る者の顔強い、そう。いやでもメンバーだから知ってるよ。それ全部知らないけどね、なんとなくね、あ、なるほどなるほど、こういうタイトルの曲があるんだなぐらいな感じです。このユニットはこの子なんだなみたいな。そう、そう、ね、だ全部聞いたいないけど、そうね、気になるね、気になりますね。いや、わかる、柱の歌。あ、柱の歌いいね。あ、いいね。柱の歌いいかも。こんばんは。こんばんは。NK に捧ぐ公演、 NK に捧ぐ公演、あ、クラノ、なるみ、なるみクラノ。いや、それはないな。まだまだだっていてもらわないと。あれ、高峰さん途中であれでしたもんね、卒業されましたもんね。そうだ、途中で卒業されちゃうと困るんで。NK さんには卒
ちょっとそれはなしで。なるみクラノンね、なるみクラノン。思春期のアドレナリン絶対入る、大変ありそうね。倍率高そうだね、初日ね。ちょっと私は、私とせいちゃんは違うところで本番やってるけど、そう、初日ね、どんくらい、結構倍率いきそうだよね。コスプレ動画最高でした。あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、コスプレ見ました。皆さん見てくれましたか？めっちゃ救急車。見たよ、ありがとう。そう、窓マギ、そう、結構本気でやったんで、うん、なんか X の方が結構伸びてよかったです。ねえ、みんな知ってる、知ってるかな、知ってるよねさすがに。私的にはね、ミクさんの方がね、そう、お気に入りなんですけど、なんか意外とまどかのが人気で、ああ、そうなんだと思って。でもあれもっとバズるべきやろうと思いましたね。バズらせてよ。YouTube 見ました？顔が似てる。ああ、なるほどね。マイク持ってるの可愛くてよかった。マイク？ヘッドホンか？ヘッドセットか？いや、結構めちゃめちゃね、頑張ったんですよね。頑張ったんですよ。幼なじみがコスプレやってて、で、そう、前々からやりたいなと思ってたんですけど、その子の衣装作りとか手伝ってたりして、そう、で、私もやりたいなと思って、そうで、10月は割と時間あったので、今しかないかなみたいな。ちょうどハロウィンだし、え、でも逆にハロウィンに合わせない方が良かったかなって思ってきた。なんか、あ、ハロウィンだからやったんだってなってもいいけど、普通にやってみたくて、もう趣味だから趣味でやったから、なんか何でもない日にパッてあげるのでも良かったかなと思ったので。まどかの弓、家にある。そう、家にあるよ。あれも1万ぐらいしまして、そう、ウィッグとかも、その幼馴染に切り方とか、なんか整え方とか教えてもらって、自分で切って作って結んだりして、そうやって、衣装もちゃんとしたの買って、そう、まあ、安いのもあるんですけど、ちゃんとしたとこので買って、まあ、靴とかも探してまあ靴全然写ってないけど靴も探して、そうだね、メイクも教えてもらって、そう、だから青い眉毛とかさ、描くんだけど、青い眉毛なんて絶対に描かないじゃん普段。そう、だからピンクとかもさ、ないから。そうだね、楽しかった。でも、あ、そう、でもスタジオとカメラマンさんは事務所持ちで、 YouTube にしようみたいな
YouTube 撮ったらまあいけるかなみたいな。そうで、他のその事務所の子のグッズの撮影もしたい、ちょうどその時期にしたいってなってて、あ、じゃあちょうどいいから私が決めたスタジオでもうついでにやっちゃおうってなって、そうだからカメラマンさんは私ともう一人の子を撮るから、その事務所を持ちで、いや結構頑張ったけどね、もっとね、なんかすごいめっちゃお気に入りですね。でもハルミンにあげちゃったから、なんかそれ以来あげるのなんか嫌になってきた。でまたやるならもうハロウィンにはしないかもしれない。おじゃまじゃドレミは、おじゃまじゃドレミいいね、いい線いってるね。サンタさん希望、あーなるほどね、はい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 。なんかそのコスプレってさ、みんななんかさ、コスプレをさ、私のコスプレの、私の中のコスプレはアニメキャラのコスプレなんだけど、なんかみんなのコスプレってなんかミニスカポリスとかナースとかサンタさんとかだけど、なんか私あれコスプレって思い、なんかあんま思ってなくて、私の中のコスプレはアニメキャラのコスプレだから、なんかなんて言ったらいいんだろうって思ってるいつもサンタさん着るよみたいな、サンタコスしますとかは言わないかもしれない。こんばんは、こんばんは。ランカちゃん、ランカちゃん、ランカリー、マクロス、おー、黒羊ね、そう黒羊のシエルね、めっちゃ考えた、すごいね、そう黒羊のシエルのシエルと、最初ミクとシエルとミサミサだったの、最初の候補がね、3つぐらいやりたいと思って、でも3つって大変って思って、その幼馴染いろいろ教えてもらっていくうちに、大変じゃんこれって思って、そう 2つにしようってなって、でも、まあ、シエルとミクってなったら、でミサミサだったらなんか全部黒くねってなってなんか全部ダークすぎるなって思って、なんか明るめのとなんかそのダークめのやろうって思って、なんかジャンル違うっていうか雰囲気違う2つにしようと思って、まあ、マドカもやりたかったし、マドカとミクにしました。フリーレンね、フリーレンも思ったよ、フリーレン思ったけど、フリーレンね、そうそうなのよ、わかる、フリーレンよね。シエルね、シエルめっちゃシエルね、はあ、ローゼンメイデン、ローゼンメイデンね、ローゼンメイデンめっちゃ思った、でも全部コスロリみたいな
の好きなんだなって思いました。シエルとローゼンメイデンと、まあ、フリーレンもやりたいけど、フリーレンだったらアウラがやりたいな私。着ぐるみパジャマチーカも、あ、いいね、着ぐるみパジャマいいですか。着ぐるみパジャマいいよね、楽だし、うん、私あれ好き。天秤買わないとね、そう、天秤買わないと、そうだね。新しいのからダンダダン、あ、ダンダダンね、おー、ダンダダン見てないな。じゃあ僕は労働の鎧さんやりますいいね、あ、いいな、鎧さんいいね。そう、サンタさんやるツーショット会もさ、サンタさんのさ着ぐるみとかないかな。サンタさんの着ぐるみとトナカイさんの着ぐるみと、なんかクリスマスツリーの着ぐるみみたいないかな新顔の着ぐるみめっちゃ着てたよね前、なんか誰か、誰かっていうか、なんか新顔の着ぐるみめっちゃ流行った時あったよね。そのサンタさんが迷ってて、なんかすごい可愛い、なんかひらひらってやつにするか、もうガチサンタガチ着ぐるみっていうか、かぶ、あの全身のやつ、トナカイさんみたいなやつのサンタさんバージョン。ガチがいい、お、ガチがいいんだ。じゃあそうしようかな。ガチっていうか、あの普通に着ぐるみみたいなやつ、かぶり物みたいな。でもってことはもうさ11月だからあと2ヶ月ないんだね。今年2ヶ月ない今年です。今年があと1ヶ月ちょっとで終わります。大変だ、大変。そうだよ、もうやばいね。今すごい声を大にして26歳ですって、何歳って聞かれたら26歳ですって声を大にして答えてるけどもうすぐ27歳になっちゃうからちょっとね、うん、27歳が近づいてきたら26歳ってめっちゃ若く感じる。うん、あのアサルトの現場でそう初めて会う方とか、あにちゃん何歳なのって言われて26歳ですって言ってるけど、そう、もう27歳になっちゃうから、あやにちゃん27歳、そう27歳だよ。高橋はね、かっこ27とか出るんだよ。
そう。でも思ったんだけど、すごいすごいね、私世界の真理に気づいたっていうか、みんなの真理に気づいたんだけど、このまんまね、このまんま同じ、全く同じ状況の人間がもう一人いるとするよ。顔もこれ全部、こう性格とか全部全部これで、一つ、一人は27歳、でもう一人は21歳。どうする？みんな全く同じ人が二人いて、もう一人は21歳、そうとか20歳とか、そう20歳前後だったらどうする？みんなどうするの？6年分の経験の差だけあるってこと。うん、確かに、そう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 、うん、いやそんなことない、いや、うん、どうしようかな、うーん、うん、なんかでも、まあ確かに21歳の子は、20歳の方はまだちょっと歌もダンスももうちょっと頑張れみたいなとか、あのおしゃべりもなんかワキャワキャみたいな、若いって感じ、イエーイみたいな感じの子6年経ってる方がおじさんに優しそう。いやそんなことないでしょ、27歳かな、優しい、みんな。そうだよね、ありがとう、うん、ありがとうね。いやそう、そうだよ、みんなは27歳のあやねちゃんを選んでくれてるから、そうなんだよ、わかるよ、もうありがとう、大好き。そう、すごいみんな優しい。野暮な質問でした。同い年、同い年なん、あれ同い年なんだ。確かに付き合いが長いね、わかる、付き合いが長い、そう、もう付き合いが長すぎてみたいな人もいるよね。出会えたタイミングに感謝、感謝、ありがとう。でもなんかこの状況で、え、自分より年上なの実はみたいな、ちょっとなんかえってなるよね、わかる。で私もそれ感じる時ある、最近。なんかもう最近のお姉さんって32とか3でもさ、同い年ぐらいに見えるお姉さんいるじゃん。だからえ、めっちゃ若く見えるけどお姉さまなんだって思ってキュンってなる時あるの。そう、ショールーム初見で42歳です。え、42歳、え、42歳。ね、美しく成長してますかね、嬉しい、うん、嬉しいですね、そう、うん、テリン、テリリン、もう最近エスパのさ、このこれが頭から離れない
ビビプラスのやつ、ビビプラスのやつ、そう、めちゃ、うん、エスパ好きで、ずっと頭の中ビビプラスが流れてる、ビビプラスが流れてる。年々幼くなっている。あ、すごい、みんな自分の年齢公開してくれる。60歳、ありがとう、おじいちゃん。ありがとう、みんな。そうなんだ、42、3、43。みんな年齢教えてくれる、嬉しい、ありがとう。同学年、同学年なの。28、へえ、言えない、初老。え、初老って何歳からなの？初老ってさ、何歳？レベル27、イエーイ、一生。年齢不詳でやっています。うん、でもみんな年齢不詳だよね。え、逆にいつも思う、みんな年齢不詳って。初老は 40? 初老は40なの？そうなんだ。50ぐらい？老眼になってから。老眼？老眼って目見えなくなるの？なんか見えづらいなみたいな。みんな老いと戦ってるんだね。いや、私も老いと戦う。近いものが見えなくなる。このコメントが見えなくなるとか、そういうこと？ネタ切れって思わない。ネタ切れなの？ウケる、ネタ切れ。こんばんは。面白い、なんかみんなみんな老いていってる。面白い、かわいい。すごい、みんな老眼鏡なの？老眼鏡？でも老眼鏡はなんかママもしてるから、なんかでもスマホとかもありそう。スマホ見すぎて早めに老眼来ちゃうみたいな、なりそう。あら、みんなのなんかみんな老いと戦ってる。うちらかわいいね。老いを報告する場合だって。おもろい。え、でもさね、老い感じるよね。いや、私も老い感じる、めっちゃ。面白いんですけど。伝わって面白い。うん、本当に失礼だよね、そういうことはダメ。でも私も老い感じてるから。
そう、私も老いを感じているからこそみんなの老いエピソード可愛くておもろい。いやでもうんそうだよね。みんなのさ、みんな発表してくれるのがさすごい、なんか文字だけなのになんか哀愁感じる。そう、でも老い感じるよ、すごい。なんか寝なくても全然元気だったんだけど、最近はもう全然寝ないとやってられなくて。そう、なんか大学生の時とか忙しすぎてっていう、これは笑い事じゃないんだけど、忙しすぎて本当になんかさ、学校行って公園行ってその帰って課題やって、気づいたら朝で学校行ってみたいなことやってて、なんか電車の中で寝るみたいなことやってたけど、もう絶対それ無理って思って、無理だもん寝ないと。3時間とかだけでも辛いから、そう、寝ないと無理になってきた。2日連続の握手会は頑張って、それは頑張ってほしい。そう、睡眠時間がね、そう大事だなってなってた。ね、そうだから睡眠がねめっちゃ大事になってきました。うん、2日連続4公演。あ、でもやってたよね。私昔は3公演やってた。朝昼夜でやってた。1日3公演やってた、夏休みとか昔。おやつ公園、そう。ね、そんなこともありましたね。いろいろありましたね。今3公演無理かも。今3公演無理かも。ヨボヨボになってもシャメ会行くから。ね。ぜひヨボヨボになっても来てください。ようやく落ち着いた、落ち着いた。うん、写メ会楽しみ、本当に久々だからね。
コンディションを良くしていかないと。そうやつ、そうでも普通に劇場でも3公演やってた。うん、コンサートは4公演だったね。お肌整えたいよね。整えてこう、みんなプリプリに整えていきましょう。みんなもお肌気にするの？え、そうなんだ。え、かわいい。え、でもなんかみんなお肌綺麗だよ。うん、うん、なんかみんなわかんないけどツルツルだよ。うん、みんななんかあんまり思ったことないかも。うん、お肌ツルツルって思うかも、いつも。せいじゃない。あ、そうなの。あ、そうなのかな。え、じゃあ透明シートのおかげでこっちもつるなんか綺麗になってる、見えてるのかな。よかった。じゃあ透明シート絶対外したくない。あれ透明シートのおかげなんだ。じゃあ絶対透明シートにしようね。あ、そうなんだ。ありがとうね、透明シート。ありがとう。もう離さない、離さないんだから、もう。透明シートと一緒にいる。嬉しい、ありがとねって、いつありがとね。なるほどね、感染対策じゃなかったんだね。やばいじゃん、知らない、運営やるやん。ユーライクつけといてほしいね。確かに。うん、ユーライクつけといてほしい。面白っ。ウケる。え、でも本当になんかみんななんかツルツルしてるなって思うよ。うん、ていうかなんか若いよねみんな。私もさ、なんかあの19期ちゃんとか18期ちゃんとかさ、若い
若いなんかこう要素をさ日々取り入れてるからなんか若くいれるなと思うけど、なんかでもそれと一緒かな、若い子に合ってるからみんなもなんか若々しいのかな。でもそれあると思う。だからもし卒業して若い子と会う機会がなくなってしまったらどんどん老けていくんじゃないかって思って今心配なの。すごい、そう、なんか私が若く見えるねって言ってもらってるのは後輩ちゃんたちのおかげだと思ってて、だからそれがなくなったら急に老けるんじゃないかってすごい今すごい心配なのね。うん、もうそれだけ、もうそれが心配。卒業したらうんどうなっちゃうんだろうっていう心配ある。もししたらね、卒業したメンバーと会うと老けてる。え、老けてない老けてない。じゃあ大丈夫か。でもみんなさ、だって七瀬とかさ、七瀬のこと二十歳ぐらいに見えるって言う人あんまいなくない。だからみんな年相応のさ若さでさそのまま行ってるから急に老けたなとかなんないけど、もし私が急に全然27、8に見えるよぐらいの感じまで行ってしまったらっていうのがある。そう、別に卒業した子に会ってもすごいでも若く見えるよみんな。なんか谷に会ったの、広島行った時に谷と下尾とゆいちゃんと4人で広島焼き食べに行って、で谷に会ったんだけど、めっちゃ久々に、なんなら昔より可愛いんじゃないかっていうぐらい可愛くて、そう、えみたいな。普通に今一般のお仕事してるけどはちゃめちゃ可愛くて、4人で写真撮ったけどもう全然現役じゃんみたいな、え全然現役ぐらい可愛いっていう、そう思って、じゃあ関係ないか。うん、じゃあ関係ないか。うん、じゃあいっか関係ないか。うん、ね、まあでもずっと綺麗でねいられるように頑張りたいですね。老いに抗っていくわよみんな。みんな老いなんかに負けないで抗って生きていくぞ。おう、この前りんちゃん会ったよ。りんちゃんに会った。なんか七瀬と2人でいて、そうで、りんちゃんにその前になんか今日来ないみたいな、なんかまなかとかゆなとからランちゃんいるけどみたいな、でも七瀬と約束してたからあ、じゃあもしまだ解散してやってたら行くねみたいな言ってたんだけど、七瀬に言ったら行こうってなって、そうで一緒に行った。ケーキ持て余してるよ。確かに生誕祭のねケーキ持て余してそうだよね。そうできれない、そうそうね。
卒業しても交流してるの嬉しい。そうだね。でもそうだね。うん。七瀬なんか月2ぐらいで、月1とかで絶対会うもんね。うん。じゃあそろそろね、終わりにしたいと思いますが、うん、あ、そう、七瀬カレンダー出すまでぜひぜひ、あと七瀬12月にイベントもやるみたいなので、ぜひぜひね、行ってください。はい。ということで、オンラインお話し会とか写メ会とか、グラビアプレスさんのね、あの表紙なんで、実は表紙なんで、分かりづらいかもしれないけど、実は表紙です。なので、ぜひぜひ、ね、お渡しイベントを来てください。ではバイバーイ。じゃないわ、ランキング読まないと。13位大粒ちゃん、ありがとう。12位にしやん、ありがとう。11位ほまれちゃん、ほまれさん、ありがとう。10位ワインセイ73つるつる、ありがとう。9位ネスカフェさん、ありがとう。8位太陽さん、ありがとう。7位ヤスさん、ありがとう。6位わたあめさん、ありがとうございます。5位レッドブル KTM トロピカルさん、ありがとう。4位マモさん、ありがとう。3位はバイユーさん、ありがとうございます。2位ヤドちゃん、ありがとう。あ、ていうかタワー来てる。1位生姜焼きさん、ありがとうございます。誰だタワー、あれ、これタワー、あら、タワー見逃しちゃった。生姜焼きさんかな、タワー、これわかんないけど、ありがとうございます。ではおやすみ、バイバーイ、バイバーイ。